鎌倉幕府2代将軍頼家と3代将軍実朝の間にもう一人頼朝の息子が存在していたのをご存知でしょうか。頼家の弟であり実朝の兄である男児は1186年に誕生します。父は頼朝ですが、母は政子ではなく大臣の局と呼ばれる女性でした。嫉妬深い政子を恐れ、乳母の成り手がいないなど不遇の幼少期を過ごします。このまま普通に成人していれば、政子にひどい扱いを受けていたかもしれませんが、彼が7歳の時、政子から逃れるように、出家するために、京へ向かいます。この時、政子を恐れ、京へと逃れる息子に、出発前夜、頼朝が、密かに太刀を与えています。京で修行を重ねた後、高野山に登り、厳しい修行に励みます。この頃、法名を上行と名乗り、源氏一族や兄弟が次々と命を落とす中、世間と隔離した生活を送ります。自分以外の女性との間に生まれた上行を憎んでいた政子でしたが、頼朝直系の人物が次々といなくなったことで上行を頼るようになります。彼に源氏一族の菩提をとぶらわせるべく援助を行い、上行は高野山で頼朝や実朝の供養のためのお堂や塔を建立します。鎌倉幕府の実権が北条家へと移る中、1231年、高野山で46年の生涯を閉じます。死因は詳しくは分かっていませんが、一説には自害したとも言われています。上行の死により、ついに鎌倉幕府初代将軍、頼朝の男系男子は断絶してしまいました。実は生前、上行と政子は、高野山の麓で一度対面しています。政子が上行に4代将軍になってほしく要請しに来たのです。しかし上行には将軍になる意思はなく、いらぬ争いに巻き込まれることを嫌って、父頼朝からもらった刀で自らの右目を潰し辞退しました。